ウェード・バンニー・キルクは、南アフリカ共和国の陸上競技選手である。現在、男子400メートルの世界記録を保持している。日本のメディアは、ウェード・バンニー・キルクと表記することが多いが、南アフリカ英語では、ウェード・ファン・ニー・ケルク、アフリカアンス語では、ウェード・ファン・ニー・ケルクが近い。2015年世界陸上平均大会男子400メートル決勝で、アフリカ新記録。 世界歴代4位のタイムとなる43秒48を記録し優勝。2016年リオデジャネイロオリンピック男子400メートル決勝においてマイケル・ジョンソンが保持していた世界記録を17年ぶりに更新し金メダルを獲得した。2017年オストラバゴールデンスパイクはチェコオストラバで行われ男子300メートルでウェード・バンニー記録が30秒81の世界。 最高記録を樹立した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。動画 TBS テレビ世界陸上ロンドン。世界陸上中継。TBS テレビ。2017年6月21日閲覧。https www.irieforg.news.report。WW ウェイドバニーカークサブマイナス十から二十から四十四ブルームフェンタンハット HTTPS w w w アイリーフ o r g リザルツアイリーフワールドチャンピオンシップスインアスレチックス二千十五 fifteenth アイリーフワールドチャンピオンシップスマイナス四千八百七十五メートル EN 四百メートーズファイナル リザルトリザルトヘッダーハット HTTPS、WWW HT、iLeaf WW、ORG、ニュース、フィーチャー、ウェイドバンニーカークオリンピックマイナス2016から400メートル。ありがとうございます。